アドランダク・コースターレイクトラウト、スペクルドをトラウトとも呼ばれる。スペリオル湖で回遊する個体は、コースタートラウトあるいは単に、コースターズと呼ばれる。マスと称されてはいるが、カワマスは、レイクトラウト、ブルトラウト、オシオロコマなどとともに実際は、イワナの一種である。英語の、ブルックトラウトは日本語に直訳すると、コカワマスを意味する言葉である。川マスは、小川や、湖。 有水池に生息している。一部は、高画性である。川マスは北アメリカ東部の広い範囲にわたって、分布する。典型的 pH 範囲、5から7.5、極限 pH 範囲、3.5及び9.8、典型的、体長、25から 65cm、典型的、重量、0.3から 3kg。配色、基本的な配色は、 緑から茶で軽い陰影を持つ際だった虫食い状の大理石模様が横腹および背中にわたり、また少なくとも背びれ、そして多くの場合、尾ひれまで伸びている。横腹に沿って際立って散りばめられた青い光輪に囲まれた赤い点がある。腹とカキは色が赤みを帯び、カキは先端部が白い。多くの場合腹は特にオスが 産卵期に極めて赤くあるいはオレンジ色になる。この種は最大で86センチメートル6.8キログラムの記録を持つ。種が移入されたカリフォルニア州の生息地で観測される15歳の標本のレポートで最長寿命は少なくとも7歳に達するとみられる。フライを追っているカワマス。アメリカンフィッシーズよりカワマスは住んでいて霊量で pH 範囲の安定した湖、川、流れ込みを好み、低酸素、汚染及び酸性雨などの環境の影響を受けた、pH の変化に敏感である。食生活は完全な動物食性だが多様で、甲殻類、カエル及び他の両生類、昆虫、軟体動物、小型の魚類、ハタネズミのような哺乳類、ミミズなどにわたる。天敵は鳥類であり、また、 ヤツメうなぎからの吸血の被害を受ける。自然環境下においては、4から5年を超えて生存することは稀である。カワマスは通常その生涯を淡水で過ごす。しかし、栄光語で、ソルターズ、または、シーランと呼ばれる一部の個体は、春から夏の数ヶ月間を海で過ごす。それらは晩夏、または秋に、産卵のために、上流へ帰る。メスは、 地下水が砂礫を通って、染み出す川底に、産卵床と呼ばれるくぼみを作る。一匹以上のオスがメスにアプローチし、産卵、縫製が行われる。そしてメスは砂礫を盛り上げて、卵を埋める。卵は100日で孵化する。スペリオルコ原産の川マスの回遊する個体で、産卵のために、川の流れに入っていくものを、特に、コースターと呼ぶ。コースターは、 その他の個体群より大きい傾向があり、重量は2から3キログラムに達する。コースターの個体数は乱獲と、水力発電ダムの建設による、生息地の変更でひどくダメージを受けた。オンタリオ州及びミシガン州では、コースターの個体数を回復させるための取り組みが進行中である。カワマスカワマスは釣り人、特にフライフィッシャーマンに、 人気のゲームフィッシュである。今日、多くの釣り人は、個体数維持のためキャッチリリースを実行する。トラウト・アンリミテッドといった、保護組織はカワマスを保護するのに、十分な空気及び、水質基準を設けるための努力の最前線にあった。漁業検挙家の販売で得られた利益をお側と、流れ込みの多くの区画が、 カワマスが生息できるような環境に復元するために用いられた。カワマスは食料生産のために相当な数が水揚げされる。そして生鮮物、またはスモークされて販売される。澄んだ水と様々な水生動物及び昆虫といった生物への依存のために、カワマスは汚染の影響を調査する際に科学的な実験のためにも用いられる。 部分的にゲームフィッシュとしてのその人気の結果として、カワマスは当初分布していなかったいくつかの地域に人為的に導入され世界中で広く定着するに至った。世界のある地域ではカワマスは在来種に悪影響をもたらす潜在的外魚とみなされている。イギリスへの持ち込みは魚類輸入法により禁じられている。 世界各地で在来種との交雑による遺伝的格乱が起き問題となっている。また在来種との間で食物や縄張りをめぐる競合が発生している恐れがある。カワマスは他の種と交雑することができる。天然そして人工的な雑種が知られている。そのような属感の雑種はカワマスとブラウントラウトの交配種のタイガートラウトがある。 タイガートラウトは、自然界では滅多に発生せず、時折人工的な繁殖が行われる。そのような交配種は生殖力を有さない。それほど頻繁でない自然の雑種に、スプレークというカワマストレークトラウトの雑種がある。稀ではあるが、実際のところ、いくつかの管区ではカワマス、またはレークトラウトの生息地に導入するために、相当な数で人工的に、 スプレークを伝播させる。一つの例が、オンタリオ州にある。そこでは一大雑種のスプレークとレイクトラウトの戻し、後輩として知られている魚の両方が数年の間、養殖された。戻し後輩は一大雑種のスプレークノースと、後輩したメスのレイクトラウトの結果である。スプレークの最初の記録は1880年であるが、オンタリオ州は壊滅したレイクトラウト資源を、 五大湖に戻す努力のために1960年代に後輩種で実験し始めた。しかし結果は芳しいものではなかったために実験はジョージア湾を越えて進展することはなかった。理論ではスプレークがより早く成長して侵入種である海集めによって攻撃される前に繁殖することが可能であるという望みを持って レイクトラウトより早く成熟するであろうということであった。都合の悪いことにスプレークが広輩種の中では珍しく彼らの繁殖力が旺盛であるために実際のところ繁殖力は行動に関して問題がある。極めて少ない天然の子孫は人工的に導入されたスプレークの個体によって生み出される。ジョン・ニコルズによるカワマスのスケッチカワマスの個体数は 冷涼で住んでいて、高酸素濃度の水に依存する。早くも19世紀後半には、土地開発、森林伐採と工業化が確立したので、北アメリカの天然の川マスは、多くの水路から根絶された。汚染されたか、咳止められたか、沈泥で水深が浅くなった、流れ込みと、小川は、天然の川マスが生息するにはあまりに暖かくなって、コクチバス、パーチ、 または、他の酒化が移植された。もともと北アメリカ原産でないブラウントラウトは、カワマスの生息水域の多くで、カワマスにとって変わった。過剰な採取、または温度によって圧力を加えられるなら、カワマスの個体数は、外来種の導入によるダメージの影響をとても受けやすい。カワマスの多くの湖の個体数は、他の種の導入によって根絶された。 化学薬品及び肥料を含んでいる雨水によって引き起こされる化学汚染及び物成長に加えて大気汚染はカワマスの消滅に関する特筆すべき要因である。アメリカ合衆国では大気汚染によって引き起こされる酸性はアパラチア山脈のいくつかの小川と流れ込みの最も標高の高い源流部以外ではカワマスの個体数を維持するにはあまりにも低い。 pH レベルだった。東部カナダの大部分のカワマスの個体数も同様に減少した。オーロラマスとして知られるアシュは酸性雨の影響で天然のものは絶滅した。今日、多くの地域ではカワマスをかつて一度は保っていた個体数をそれらの水域に再び回復させるための努力が進行中である。種商名ファンタナリスはラテン語のファンタナリスに由来する。 カワマスは、アメリカ合衆国のニューハンプシャー州、ミシガン州、バージニア州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、ウェストバージニア州において、州の魚に指定されている。日本では1902年に、日光湯の湖に導入されたのが初である。現在では、日光湯の湖の対イユは上高地明神地、あず川、 マシューコ周辺の河川などで天然繁殖が確認されている。各地で放流が行われていたが、定着が確認されているのはもっぱら、中部地方以北の湧水に満ちた場所である。日本における産卵期は11月から12月である。在来の同族種は2種と6ア種が数えられる。なお本種は特定外来生物による。 生態系等にかかる被害の防止に関する法律で要注意外来生物に指定されている。また北海道では内水面漁業調整規則により導入が禁じられている。北海道では空地川支流でもアメマスとの交雑が確認されている。アメリカでも原産地域以外の全土に導入され、他の酒類やカエル類を駆逐して在来の生態系に影響を与えており、 カリフォルニア州などでは、防除が実施されている。ありがとうございます。